フロンテーラは、スペインアンダルシア州下ディス県のムニシピオ。チクラーナの歴史は、旧石器時代に遡ると、一部の歴史家は主張する。チクラーナの沖合にあるサンクティペトリ島は、フェニキア人が建てたガデーラのヘラクレオン神殿があった場所でないかとされている。市内からは、フェニキア人定住地があったことを示す、出土品が発掘されている。1930年。 この小島を訪れた作曲家マヌエル・デ・ファリアはインスピレーションを受けてアトランティーダを作曲している。町が最初に歴史上に現れるのはカスティーリアオフェルナンド4世時代の1303年チクラーナの村落内にあった島をアロンソ・ペレス・デグスマンへ授けた記録上である。18世紀にはカディス湾内の都市がそうであったように対アメリカ大陸貿易 タイアフリカ大陸貿易で潤った。この時代の富を象徴するのは当時の貴族や共振の建てた邸宅軍である。スペイン独立戦争中の1811年3月5日、チクラーナの戦いが起き、スペインイギリス連合軍がフランス軍を退けた。19世紀、町はワイン貿易で成長し人口が拡大。1876年には、 アルフォンソ十二世によって都市の地位を与えられた。ありがとうございます。